ペルピニャンは、フランス南部、オクシュタニー地域圏ピレネオーオリアンタル圏の県庁所在地、周辺のコミューンを含め人口、約28万人の都市圏を形成している。フランス領カタルーニャの中心都市である。市内をテート川が流れ、川から市内に水を供給する数カ所の、灌溉用水路がある。ペルピニャンは、ルシオン平野の中央に位置する。フランスメトロポリテーヌで、 最も南にある大都市である。南はピレネー山脈、西はコルビエール地方、東は地中海、北はラバネール川である。地中海性気候であり、冬は温暖で氷点下まで冷え込む日は年4日ほどである。夏は暑くて乾燥するが、北西風トラモンターヌがしばしば吹き、夏には新鮮な空気をもたらす。年間平均気温は摂氏15.9度である。 夏季の最高気温は、摂氏30度を上回る。ペルピニャンのある、ルシオン平野は、フランス有数の暑い地域である。現存する城壁ローマ時代から人が定住していた。中世のペルピニャンの建設が始まったのは10世紀。はじめ、927年に、初めて地名ビラペルピニナルムとして、名が現れた。ルサ料博領の本拠地としてである。1172年、ルサ料博。 ジラルドに獅子がなく、ルサ領白化が断絶すると、バルセロナ白領に吸収され、アラゴン王国の一部となった。1197年、ペルピニャンは、反日的なコミューンとして、法令を獲得した。アラゴン王ハイメ一世が、マヨルカ王国を建国した1276年から1344年まで、本土にあるペルピニャンが王国の首都として、黄金時代を迎えた。王国は、 バレアレス諸島、ルサリサルダーニャを領有するほか、モンペリエ領主でもあった。布地製造、革製品製造、金材区や、その盾の混んだ工芸品の中心地として栄えた。アラゴンに対する十字軍遠征が不成功に終わった1285年、フランス王フィリップ3世は、ペルピニャンで病死した。1344年、アラゴン王ペドロ4世が、 マヨルカ王国を併合すると、ペルピニャンは再びバルセロナ伯領となった。数年の後、ペルピニャンは国史病の流行で人口のおよそ半分を失った。1463年、ルイ11世に攻撃され占領された。1473年、フランス支配に対する暴動は、長い包囲戦の後、無慈悲に弾圧された。しかし1493年、 イタリア侵攻を自由に行うために、シャルル8世はカスティーラ王国を懐従しようと、ペルピニャンをフェルナンド2世へ割上した。1642年9月30年戦争の最中にフランス軍が再び包囲し、ペルピニャンを占領した。1659年、ピレネー条約によってペルピニャンを含むルサ領はフランス領となった。 ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カシニー、2004年以降 INSEE ペルピニャンの伝統料理は明らかにカタルーニャ料理である。オリーブオイルをかけて食す野菜藤魚介のグリル、エスカリバーダ、ポトフに似た伝統的な煮込み料理、オジャーダ、パエリアの一種、リズアラカタラーナ、コリウールで水揚げされたアンチョビ、ヌガーなどがある。観光以外では ワインやオリーブオイル、コルクの生産が主である。他に、羊毛製品、比較製品が知られる。BIP のロゴが目印の貸し自転車2009年4月に、周辺の23自治体とともに、2015年までに太陽光と風力発電で地域内の民生部門電力をすべて自給する計画を発表した。フランス国内最長の日照時間と、 ピレネー山脈に沿って流れる風を利用し、約7万平方メートルのソーラーパネル、3カ所の太陽光発電所、40機の風力発電機、公共施設の屋根を全面太陽光パネル化、排熱利用施設を1カ所整備することで、年間消費電力である毎時4 3 7ットに対応した、毎時4 4 0ットの電力生産を目指す。ラグビーリーグチーム、 カタランドラゴンズのスタッドジルベール・ブルティュー。他のフランス南部と同様に、ペルピニャンはラグビーの地盤である。ラグビーユニオンチーム、USA ペルピニャンは欧州のトップクラブが集まるカップ戦の常連であり、2003年のハイネケンカップでは準優勝を果たした。フランスのトップ14では7度の優勝を数える。ペルピニャンを本拠地とする。 ラグビーリーグクラブがカタランドラゴンズという名称の下で北半球のスーパーリーグでプレーしている。ドラゴンズとイングランド北部のクラブとのペルピニャンでの試合はイギリスのラグビーファンに非常に人気であり、数千人が試合当日にペルピニャンに押しかける。彼らの多くはスペインのコスタブラバからのバケーション中のラグビーファンで家から直接来たファンがこれに加わる。ありがとうございます。